伊藤武彦は、日本の漫画家、イラストレーター、アニメーション作家、男性。本名や青年月日は公表されていない。代表作は、宇宙英雄物語、星方武教アウトロースター、覇王体系、リュウナイト。愛称は、ロ子。シ。北海道北見市出身。高校卒業後、東京のデザイン専門学校へ進み、同時期に、様々な雑誌の仕事や、 設定協力などを手掛ける。その後おもちゃのデザインの仕事に就いた後、漫画編集者に。しかし担当した作品が、どれも面白くないと思いそれなら自分で描いた方がいいと考えて転職。グッドモーニングアルテアをアンソロジーコミック C ライブ1に掲載。デビュー当初は、ブラックポイントというペンネームを使用しており、自画像や初期の作品で確認できる。 イラストアニメ関連の仕事では、畑池博之名義で活動している。作品制作の際には、スタジオ形式を採用しており、クリエイタースタジオモーニングスターで活動している。モーニングスターには、畑池博之も所属していることになっている。闇の魔法人というサークル名で、オリジナル作品の番外編やパイロット版、設定集、ラフ画などを収録した同人誌を発表している。 オリジナルのスペースオペラ作品に共通する世界観としてトゥボードスターワールズがある。ありがとうございます。